モルタザー・モタッハリーは、20世紀イランの十二、イマーム派の宗教指導者であり学者。1979年のイラン革命期に、革命へと民衆を導いた存在として知られる。ホラサーン州の村に生まれ、州とマシュハドに学んだ後、ゴムの神学校へ進学した。ゴムでは、モハンマド・ホセイン・タバー・タバーイ・アル・ホラー・ホメーニーに、学んだ。1954年に、 テヘラン大学進学部教授となり、イスラーム哲学を講じる。63年には、ホメーニーの指導による、反王政運動に参加したため投獄される。ホメーニーの彼への信頼は厚く、革命上司後には、イスラーム革命評議会議長に任命された。1979年の5月1日に、反聖職者支配を標榜する、過激派グループのフォルガンの一員により暗殺された。 伝統的イスラーム哲学の研究者でありながら、現実の社会問題に強い関心を持ち続け、ウラマーとして果たすべき社会的役割を問い、かつ実践した。モタッハリーは1919 19年、マシュハドのホラーサーン州の南に位置するファリーマーンという村で次男として生まれた。彼の家系は宗教学者であった。モタッハリーの祖父にあたるアリーは、19世紀末に、 マシュハドからファリーマーンに移住してきた。モタ・ハリーの父親は非常に正直な人物で特に金銭には厳格であった。モタ・ハリーは5歳頃に書物に興味を示し始め父の書斎にこっそり入り込んでいた。他の子供のように子供らしい遊びをすることがなかったので両親は心配していたという。10歳になると伝統的なイスラームの学問を学び始めた。 そして13歳の時に、長男と共に、マシュハドのエブダール・ハーン宗教学校という学校で2年間宗教の学生として就学した。この1930年代のイランは、1979年に崩壊したバフラビー朝の創始者、レザー・シャアの時代であった。この人物は統治の初期においては、イラン社会に因然たる影響力を持つウラマーの力を利用する政策を、 取ったものの、一旦自らの権力の基盤が据えられたとするや、イナや、イラン民族主義の名のもとに、反イスラームの立場を鮮明にした。女性のチャードルの禁止、洋服の採用などが、典型的な政策であった。八代目イマームの病があり、国内最大の聖地マシュハドにおいても、その影響が見られた。モタッハリーは、マシュハドに2年間滞在した後、 故郷のファリーマンに戻った。故郷に戻ってからは、読書に時間を費やした。1936、または1937年、17から18になった。彼は、当時シーア派世界で注目を受け始めていた、宗教研究の中心地、ゴムの町へ行く決心をした。この町はシーア派世界で得意な位置を占めてきた。もた、ファリーはこの町で、 宗教的学問を研鑽する決意を固めたが、周囲はこれに反対した。当時のイランは、レザーシャアの反宗教的、民族主義的政策によって、宗教者として身を立てることが極めて困難であったからである。当時は、マスジドは閉鎖され、宗教家であった者も、職業を変え、政府の役人になったりするような時代であった。特に、母親は息子に、 ファリーマーンを離れて欲しくなかった。ゴムの神学校では新しい時代に適合した学問が議論される雰囲気があった。設立者ハーエリーは1891年から1892年の反タバコ利権闘争に始まり、1905年から1911年の立憲革命第一次世界大戦、さらにこの時代に一貫してみられる英国ロシアを中心とする 帝国主義諸国の侵略や核質を経験していたため、実践的な対応策を考案していた。ゴムに移ってからの1、2年間は、まともに居住する部屋も得られないほどであったため、病気にかかった。回復後の1941年には、弟をゴムに誘っている。1937年から1952年に、至る、ゴム滞在は、実質的に哲学者、思想家、 モルタザー・モタフ・ハリーが形成された時期である。この時期に、テヘラン25の活動の中身がほぼすべて具体的な形で現れている。これが可能になったのは、何より生涯を共有するホメーニー、ボルージェルディー、モハンマド・ホセイン・タバー・タバー・イーといった恩師や、学院での友人たちに出会ったことである。モタフ・ハリーの第一の師は、ホメーニーであった。ホメーニーの最も得意とした学問は、 倫理学及び神知学であった。彼は若い頃から哲学や神知学に強い関心を示していた。特にモンラー・サドラーへの系統は顕著であり、とりわけ完璧な人間の概念に基づく、ウィラーや理解は重要である。完全な人間とは、人間は神の法の導きに従って自己を鍛錬することにより、完全になれるという信念に基づいている。すなわち、人間は、 完璧な状態に至るまで4つの改定を経る。つまり、1人間を離れ神にいたり、2神にあって神と共にいる3人を経験した修行者は、以前の自分とは全く異なった状態で、再び人間の社会に戻る4。このように人間は神の性格を獲得し、しかもその性質を用いて他の人々を援助するという考えである。重要な点は、 モタッハリーの死、ホメーニーは、通常考えられているような政治的過激主義者では、決してなく、むしろ彼の基盤は、哲学や、神知学に裏付けられた、ウィラーやの思想であった。彼の思想的傾向は1963年の事件を経て、強い政治性を帯びるようになった。ホメーニーも、弟子モタッハリーの講演や著作も、また、同様の特徴が見られる。 モタッハリーが法学の分野で強い影響を受けたのは設立者ハーエリーの没後ゴムに定住することになったボルージェルディである。この人物はイラン西部の州に位置するロレスターなるボルージェルドに生まれた法学者であった。多くの弟子の教育に従事し、1961年に多界するまで特に法学の分野で例名が高かった。 同時に高い倫理性を持つ人物としても知られていた。彼は19世紀半ばに制度化された単一のマルジャーイコールタクリードと言われるシーア派学会で広範な影響力を持っていた。その一方で政治に対しては終始慎重な態度を保持し続けた。このような態度は宗教学者が伝統的に保ち続けたものであって、戦術のハーエリーにも当てはまる。 タバータバーイも、モタッハリーの人生の死の一人であった。モタッハリーの哲学思想を支える二本の太い柱、すなわち新知学と、西洋近代哲学に関する深い造形が、この人物と関わっている。唯物主義、特に西洋の無神論に対する論爆は、モタッハリーの生涯における最大の関心ごとであった。これまでに述べた三人の恩師の他に、シーラージーという人物も、 モタッハリーの生涯に大きな影響を与えた。この人物は、ベンの道という書物の奥義を伝授したことで知られる。ベンの道とは、12イマームシーア派で認められた12名のイマームの中で初代の位置を占めるアリーの説教、演説、手紙などが収められた書き物であり、シーア派信者にとってはクルアーンに並ぶ重要性を持つ。 モタッハリーは1941年の夏季休暇中にエスファハーンの町を訪れた時、この嫉妬で会い、死から雄弁の道を学んだ。モタッハリーは次のように述べている。私が長い道のりで旅の荷物を縛り、一緒にいて恵みを受けるにふさわしい人物の一人でした。彼は自ら雄弁の道の体現者でしたし、雄弁の道は彼の生命の奥深に入り込んでおりました。 この人物の魂は、信者の蝶の魂と結びつき、ぶつかり、結合していると感じました。私は常に思うのですが、まさしく私自身の魂の最大の源泉を、この偉大な人物の言葉とみなしております。モタッハリーはゴムに移住してから、深刻な悩みの中に陥った。しかし、このような低迷した状態は、新知学との出会いにとって脱出した。しかし次第に、 ゴムの学院ライブで政治、学問上の指導権をめぐって対立、構想が見られるようになった。この対立は学生間のみならず授業をめぐって教師と学生の対立としても現れた。やがてモタッハリーは躊躇しながらもゴムの町を去り首都テヘランに向かう決意をした。モタッハリーは1951年に結婚し、翌年テヘランに移った。 そして移住して2年経つと、テヘラン大学進学部で教授職に就いた。この環境の変化は、彼の人生の活気であった。なぜならこれまで宗教学者に囲まれたゴムの学院から、若い世俗的な知識人、学生、さらにバーザールの商人など、一般の信者と、直接接することになったからである。モタッハリーは、大学で教弁を取る傍ら、 様々なイスラーム関係の集会で講演活動を行った。その活動を通じてイスラームが今日抱える問題軍と新しい時代に対応する方策について人々を啓蒙した。彼は講演の原稿の大半を出版した。彼の基本的関心は一つは一般信者の啓蒙活動、他はウラマーの内的堕落に対する批判であり、 これと表裏する自らの属する階層の改革であった。1964年にホメーニーが国外追放されて以降もモタッハリーは政治活動に積極的に関わらず彼の最大の関心であるイスラーム離れした人々への啓蒙活動であった。モタッハリーがこのように政治に積極的に関与せず自ら手を汚さない慎重な態度は と書く彼の対抗者から厳しい批判を受けた。1963年から1964年の激動期を通してゴムでの反対戦運動の苦い経験のせいか、彼はこれまで以上に知識人の啓蒙活動に勢力を傾け始めた。その最も重要な部分が次の補正にいいエールシャードでの活動である。補正にいいエールシャードは新しい時代に対応するために 主として若年の知識人にイスラームの新しい価値を認識させる教育機関として設立された。政治活動は一切その活動ないように含まれていない民間の教育機関であった。この機関は1963年テントの講義室で始まり、1967年の冬立派な講義室を持つ建物が新しく完成し、 1968年1月14日、事前組織として登録された。設立者は、ホマー・ユーン、アリー・アーバー・ィ、ー、並びにミラー・チーであった。同時に3名から構成される理事会が結成され、ホマー・ユーニーが会長、モタフ・ハリーが副会長、さらにミーラー・チーが会計監査であった。モタフ・ハリーはこの色に、さほどの関心を示したわけではなかったが、 この教育機関の業務の重要な部分である、講演者の選定や出版事業に関しては、並々ならぬ強い関心を持っていた。エルシャードでの活動の初期、モタッハリーの関心は、伝統牧師、元命コローな宗教学者に対する挑戦、批判を含むものであった。従って、彼が講演者として選んだ人物には、アリー・シャリー・アティフ氏などといった、 極めて近代的教養を備えた人々が含まれていた。モタ・ハリーは講演の内容を重視しており、講演者の勢族の区別に対してあまりこだわりがないようであった。例えば、アリー・シャリー・アティは、後年ホメーニーに並ぶ革命運動のシンボルと言われたが、この人物は、パリで博士号を取得した世俗的知識人であった。しかし、70年頃を境にして、 補正にいいエルシャードの運営方針、並びにアリー・シャリー・アティの絶大な人気を背景にした過激な講演などが主因となり、モタフハリーは次第にエルシャードから距離を置くようになった。モタフハリーにとって補正にいいエルシャードでの収穫は、ここで定期的に行った講演を通じて、自らの寄って立つ立場を一層明確にできた点であり、 さらに具体的には出版の形でより広範な読者に自らの施策の成果を示すことができた点である。他方、ウラマー階層の中で近代主義的な視点から内部改革を目指してきたが、その過程で世俗的知識人の逸脱を直接体験することになった。エルシャードを去ってからもモタッハリーが積極的に反政府運動の前面に現れることはなかった。 このまも、国外追放中のホメーニーと密に連絡を取っていた。一方で、この機関はこれまでと同様に指導的ウラマーの倫理の重要性、一般信者に対するイスラーム教育などに関する講演や著述に加えて、より明確に唯物主義批判を展開し始める。この批判は唯物主義全般に対する思想的なものであると同時に西洋列強の 操り人形であるパフラビー王朝支配者の批判を願畜するものであった。さらに、唯物主義の危険性に対する警告は、国内の社会主義、共産主義的政治運動家に対しても向けられた。確かにホメーニーは、反対性運動を成功させるために極限まで、左翼勢力の力を利用する戦略をとっていた。しかし、ホメーニーもその弟子モタッハリーと共に、 例えば、モジャーヘディネ・ハルクのようなグループの危険性を早期から認識いていたのである。イラン経済は石油ブーム後急激に破綻し、徐々に革命的雰囲気が醸成された。その最中、な1976年、モタッハリーはイラクのナジャフに泊まっていたホメーニーを訪れ、指示を仰いだ。その翌年、モタッハリーは公権力によって公の場での説教を禁じられていたが、 革命が本格化する1978年には革命指導者の一人として認められていた。同年暮れにモタ・ハリーはホメーニーと会見を行い運動の最終的詰めに関する協議を行った。1979年2月11日革命は成就した。ホメーニーは15年に及ぶ国外追放の末イランに帰還した。革命後モタ・ハリーは イスラーム革命評議会の一員として、国政の運営にするような役割を果たすことを約束された。しかし、ホメーニーのイラン期間から3ヶ月後の5月1日、とある集会に出席するために出かけたモタフハリーは、フォルガンというグループの一員に殺害された。去年60歳であった。彼の亡骸は、ゴムの外れて回すメ病に埋葬された。ありがとうございます。